はい、渡辺です。今回もこれ途中参加で入ったんですけど、結構中盤あたりからやってたんで、途中参加で入ったので、録画しなかったんだけど、スチール1回やって録画のショットも2回決まったんでね、で成績も悪くなかったんでね、急遽シアター再生からGVHD レックで録画してるんだけど、GVHD レックで、初の後付け実況として今回やっていきたいと思うんですね。はい、頑張るぞ。これシアター再生しながらの、しながら実況つけた方が早いんで、一回で済むんで、これね、GVHD レックはね、編集のカットとかとつなぎ合わせとかもできるんだけど、日本の複数の動画を一本にまとめたりのつなぎ合わせとかもできるんだけど、あとキャプチャー、サムネイルのキャプチャー登録とかもできるんだけど、アフレコもできるんですよ。アフレコっていうのは後付け実況のことで、一度録画したやつを、ロングショット今決まりましたね。GVHD レックのアフレコ機能で、録画したやつを後で後付け実況をつけられるんだけど、これだったら2回二度手間になるんで、それよりかはこれシアターで再生しながら、今ロングショット決まったね、シアターで再生しながら実況をつけた方がいいんでね、一度で済むんで、今それでやってるんでね。前はプレイステーションから直接録画してて、シェアファクトリーっていうソフトでキャパケまで回して、シェアファクトリーで編集してたんだけど、あれ便利だったんだけど、ずっと気に入ってたんだけど、解像度は 720p までしか対応してないんでね。これガンシップ出たんですよ。スチールも1回やって、ロングショットも2回やって、キャパケからガンシップも出てるからね。ガンシップで50キロのこのチャレンジも終わったんですよ。でコーリングカードも解除してすぐでも終わっちゃったんですよ。多分破壊されたと思うんですよ。早めに終わっちゃった。でもチャレンジが終わったからね、破壊されたのかな、ちょっと意味わからないかったんですよ。これね、スチール入りましたね。この ファイアリングエンジンはね、このポジションおすすめです。チャレンジロングショットとスチールもやりやすいんで、取りやすいんで、めっちゃおすすめです。危なかったね。今スペクターのシャドウブレードが今突進してきてたんで、今のプレイヤーさんあんまり慣れてないと思うんで、慣れてる人はローリングで突進してくるからね、突っ込んでくるからね。結構いいっしょ。これ2回ぐらいいけたと思うんだけどね。これあと1キロぐらいで多分スチールじゃなかったかな。またキャパケ2回目のキャパケオンラインということで、ファイアリングエンジン最近やってなかったから、ご無沙汰だったんだけどね。本当に成績良かったんで、ロングショットも1回、2回で、スチール1回に、キャパクからガンシップも出したからね、これはもう録画しない手はないっていうことで、ちょっと急遽シアターから今、後付け実況で今、録画してるんですけどね。RCXD のキルチャレンジも2つあって、これ土管かけるに今決まったでしょ。これ電池別売りっていうのが終わったんですよ。RCX でダブルキルを達成。このファイアリングレンジで結構終わるな、マップによっては終わらないところもあるんです。ニュークターン案外決まらないんですよ。決まるけど、敵さんのキャーパック、あれだね、フラジャキ率が高いからね。ファイアリングレンジおすすめですよ、本当に。これね、もうこう終わったってんだけど、その前にクラスの紹介のやつを撮ったんですよ、実況割で。順番としては録画の順番は逆だけど、動画の順番としてはここがこの動画が最初に来るんでね。GVHD レックでさっきも話したように、後付けの編集でつなぎ合わせできるんでね、順番決められるんで。今回はスペシャリストクラッシュにで ANQ4 使ったんでね。で、サイトは、
NVIR ね、サーマルサイト使ってスティームショットのクラスでやってみたんですけど、14キロの4です。プラス10、比率 3.50 ということでね、やってみました。はい。これはね、スコアストリーク、ガンシップキル4、ガンシップで50キロ終わりましたね。プラス 5000XP に契約完了、電池別売り、RCX でダブルキルを達成で、プラス 2500XP に2備蓄品ケース獲得ですね。14キロの4です。はい、プレミアさんありがとうございました。ちょっと、今、実況やらなかったんで、録画しなかったんでね。で、その後にシアターでちょっと録画していくんで、できたら実況、後付け実況つけようかな。この、GVHD レックで録画、シアターで録画して、初の後付け実況つけようかな。ちょっとわからないけど、実況なしになるかもしれないけど、撮ってる順番は、これが今、実況ありで撮ってるんだけど、その後にシアターで録画して、で、編集でつなげるんで、順番は逆になるんだけどね。撮ってる順番と動画の順番逆になるんでね。こういう感じですね。これ終わったね。あと1キロですね、これね。これ、2備蓄品ケースだから結構でかいですよね。今回はまあいいのないんだよ。これはね、ワンショット1キロ20回。これ、スナイパーライフルじゃないとできないんで、進まないんで。あんまりいいやつがないんですよ。これ行った方がいいんじゃないかな。これだったらノーマットがいいんですよ。これ契約一新されるって聞いたけど、一新されないですね。この上、ほんと結構クソなんでね、いい加減なんですよ。タック5が、ブーストキルが395キロ、アサルトパックボーナスが2524ですね。ちょっと取らなかったんですよ。途中参加だったから。ファイアリングレンジ、ロングショットも何回かやって、スチールもやってるからね。ロングショットどんだけするの？おお、あ、2回か。まあいいね。お、1回進んでる。あと1回ぐらいやりたかったな。いいか。ファイアリングレンジいいっすよ。スチール3回とかやってるから。前に。あと、死なずに4、スチールやった後に死なずに、4キロ目ぐらいで多分死んでるんじゃないかな。これ後で、シアターでちょっと録画するんでね。再生しながら録画するんでね。できたら後付け実況つけようかなと思ってね。GVHD レクで録画し、で、初の、後付け実況つけようかなと思ってるんで。はい、以上にしたいと思います。今回、ワタナ前のクラスで ANQ4。に、NVIR。に、スティムショット。に、スペシャリストは、クラッシュを使用して、ファイアリングレンジのチームデスマッチの試合で、スチール1回やって、で、あと、これ、スコアストリークの、ガンシップキル4。ガンシップで50キル。で、ガンシップキル4。降臨カード解除しました。スチール1回やりましたね。はい、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。